お疲れ様です。今回は映画砂の器の島根県奥出雲ロケ地巡りの続きの動画になります。木次線の出雲稲荷駅から自転車を借りて亀岳周辺、そして山を越えて下久野エリアまでやってきました。下久野エリアは日本の原風景のような景観が残っている地域で、映画の中でもその様子が多分に映し出されました。前回は下久野から隣の日登りに向かう途中の木次線と車道が交差する狭い谷合いのロケ地を紹介しました。そこからさらに進むともう一つのロケ地があるので、今回はここから紹介します。ここはご覧のように山の間を縫うように道が進んでおりまして、基本的に道が狭いので所々対比できるスペースがあったりします。近くを走る JR 木次線はトンネルで山を突っ切る形で進んでいるので、道と並行しているわけではありません。木次線は開業当時からトンネルを使って山を越えていたため、橋脚や橋梁は結構年季が入っていましたね。この道をしばらく進むとロケ地に到着します。はい、そこそこ長い小道を抜けてロケ地ポイントまでやってまいりました。続いてのロケ地のポイントはですね、過去の回想シーンで尾形健さんが子供、秀夫と言うんですが、秀夫を追ってくるシーンで、そこに映る橋ですね。でこの先、この下の左下は久野川なんですが、久野川を渡る橋がございまして、その橋の欄干が映画のカットでも見えておりました。今でもね、同じ橋が使われていると思います。あそこにある橋が映画の中でも映っていたんですね。ではこちらのカットを比較します。映画の方では奥に橋の欄干が見えていますが、現在でもこちらは残っております。映画と同じように現在でも山間部にここは位置しております。当時は舗装もされてない登山道のような様子ですね。ご覧のように欄干の下の部分の形が当時と今で同じままです。この場所は少し特徴的で、左に曲がって橋を渡って、その先で右に曲がると、クランクみたいな感じになってるんですけど、その特徴が映画の中にも映っておりました。で橋の欄干は当時この石で作られた部分だけが、映画当時には映っておりました。この上のね、なんですか、鉄パイプの部分は多分後年付けられたものだと思うんですね。これがないと結構低いから誤って落ちちゃう可能性ありますからね。確かに危ないっちゃ危ない。こういう感じで尾形健さんは秀夫を探しに行って、この先ずっと降りていくと日登りという木次線の駅に着きます。そこまで追いかけていったんでしょうかね。さらに先に行くと木次まで行きますね。映画のカットではこの橋は少し高いところから映しております。あの辺りからおそらくカメラを設置したんじゃないのかと思うんですが、例によってあの辺にカメラは、あの辺に入ることはちょっと今は無理かな。映画の中では秀夫は巡査から逃げるわけなんですが、でその逃げた先、この辺りの山を登って、それこそ炭焼き小屋だったと思うんですけれど、その炭焼き小屋に隠れて尾形健さん演じる巡査をやり過ごしました。多分ねこの辺りから登っていけたんじゃないのかなと思いますね。今はもう跡形もないですね。子供が駆け上がっていった茂みは多分この辺りだと思います。現在ここは車の待避場になっているんですが、矢印あたりから登れるようになっていったのではないでしょうか。映画に映っているのはおそらく炭焼き小屋かと思われます。現在は完全に茂みに埋もれてしまったので何もありません。多分この辺りに炭焼き小屋があったんでしょうね。おそらく当時は使われてなかった可能性はあるんですが、でその炭焼き小屋の位置から、子供の目線ということでこっち側を見下ろすカットがあります。でこの辺りで尾形健さんが立ち止まって声をかけるんですけれど、そこで映ってたのは、やっぱり当時ねまだこの道は未舗装だったみたいです。砂利が結構敷いてあったんで。先ほどのカットでも紹介しましたが、当時はまだ未舗装路でした。このカットだとよくわかると思います。微妙に輪立ちの跡があるので車はなんとか走ることができたものと思われます。未舗装のこの道を尾形健さんは向こうに向かって橋を渡っていきます。やばい、時間がない、お腹も空いた。急いで次のロケ地ポイントに向かいます。続いてのロケ地ポイントはこちらでございます。この橋から、この橋の向こう、警察のジープがこの橋の向こうを走り去っていくというカットがここで撮られました。当時と比べてそんなに変わっていない感じがしますね。このカットはとてもよく当時の面影が残っていると思います。手前の橋も当時と変わらず現役です。下を流れる川は久野川で、さっき紹介したロケ地の橋の下に流れている川と同様です。奥に住宅が見えておりますが、この辺りは少し変化があります。左側の建物は消えております。その分右側も基本的には残っていますが、手前には当時存在していなかった建物もあります。正面の道は当時に比べて少し道幅が広くなっています。ご覧のようにこの周辺はめちゃめちゃのどかな眺望になっておりますので、映画の中でもねいくつかのカットがこの周辺で撮られております。もう少しこの周辺を見ていきたいと思います。
先ほど紹介した橋があそこ、そしてそこからすぐ来た場所、この辺りまでやってまいりました。ここはですね、過去の回想シーンで尾形健さんが子供を探して村人に声をかけるというシーンがここで使われたと思います。こういう感じのカットだったと思います。このアングルも映画当時の雰囲気は残っていると思いますが、さすがに映っている建物は現代のものばかりになってしまっています。奥に見えている電柱も当時は多分木製だったのではないでしょうか。では続いてはこの場所から今度はこの道をまっすぐ行きます。この先ね、この道は当時はですね、まだ未舗装だったと思われるんですね。で、この先で舗装されてない道を映したカットが映画でも使われたので、ちょっと行ってみたいと思います。この辺りかな、少し坂を登ってきて、息切れしてるんですが、この辺りのカットがね、過去の回想シーンで、浮浪者のね、2人のお父さんの方が運ばれていくというシーンで使われたと思います。この道のカットの比較はご覧のようになりますが、実際にカメラはもう少し高いところから狙ったものと思われます。道自体は舗装され、かつガードレールが設置されたり、道幅が広くなって少し変わっていますが、なんとなく面影は残っていると思います。川を挟んで反対側まで見通すことがここからはできるんですが、映画に奥に小さく映っている建物は茅葺き屋根こそは変わっていますが、同じものと考えられます。そして左側も谷になっていて、そこにはいくつかの建物があります。その様子も当時と今で変わっていません、もっともこの建物が今も使われているものかどうかは分かりませんでした。1974年時点でこんな手つかずの場所が残っていたのは驚きですね。映画はこのシーンは戦前という設定なんですけれど、戦前と言われても納得ができる絵になっているかなと思います。左側にはもともと茅葺きだったと思われる建物も現存していますね。当時はまだ開通していなかった車道が横にありまして、ここはね結構交通量が多いです。なので当時のね、山奥に向かっていくという のどかな雰囲気とは随分変わってしまいました。峠側のカットはご覧のようになります。現在は右側に車道が通っており、大半の車はそっちを通ります。当時はまだ開通されてませんでした。この道をずっと進んでいくと大東町という町に着くんですけれど、当時車はこのボコボコの道を進んでいたことになるわけですね。奥の山の稜線だけが今でも変わらないままになっています。反対側もね、奥に茅葺き屋根の、もともと茅葺き屋根だったと思われる建物が、残ってはいますが、それでもね、やっぱここも未舗装道路だったところから舗装されてしまって、道幅も広くなってしまったので、やっぱり少し景観が異なっております。こういう感じでね、この下久野のエリアは砂の器のロケ地がねたくさんあるんですけれど、亀岳エリアに比べてここが砂の器のロケ地ですみたいな、そういうアピールを全然してなくてですね、めちゃめちゃ控えめなんですよね。だからね、意外とね、この地区でたくさんロケが行われたことを知ってる人は案外少ないのかもしれません。続いては秀夫、子供が遊んでいた河原になります。ここは久野川大橋という橋の上になりますが、この下に久野川が流れております。あそこにね、大きい岩とかがあると思うんですが、あの辺で、遊びをしていたりとか、向こうの方から走ってくるカットがこの辺りで撮られました。現在川の下に降りることは難しくなっているので、久野川大橋から映したカットになります。少し茂みになっていますが、ここから川の中のこの段差になっている堰という呼ばれるものなんですが、それが見えますね。映画にもそれが映っておりまして、近くには形は当時と違う気もしますが、岩も存在しています。当時の方が少しすっきりしています。手前にあった心もとない橋はありませんでした。ということで、以上下久野エリアのロケ地巡りでした。さあ、これで奥出雲の方に戻ります。再び坂道をずっと登っていく形ですね。きつい。出雲みだりに戻る途中のこの道で一つロケ地ポイントがあったので紹介します。高い位置から下の下久野の民家を映したカットですが、似たようなカットが映画で使われています。このカットはジープが左から右に横切るカットで使われました。手前に車道、そして T 字路のようになっており、その行き止まりには住宅が何軒か見えています。住宅の一番左側はおそらく蔵だと思われますが、同じものと思われます。その隣は当時は茅葺き屋根で、現在はトタン屋根に変わっています。ただこれも同じ建物だと思われます。そして右側には2つほど茅葺き屋根が当時はあったみたいなんですが、残念ながらそれらは取り壊されてしまったようですね。新しい建物が建っています。電動アシストの充電があと 10% しかない。この道ね、まだ坂道が続きそうなんですが、今なんか雲南市のこの何かモニュメントがあるところにいるんですけれど、めちゃめちゃ山の中にいます。で、この先結構登ってはきたんですが、
まだこの先坂道が続きそうです。でそこにトンネルがあって、この先を抜けると下区のさっき僕がいたところになるんですが、当時はねこのトンネルはまだなかった頃はこの上のガードレールが見えていると思うんですが、あの山道を登って下区の方に行っていたと思うんですね。あれが旧道だと思います。多分今は入れないんじゃないのかな。現在時刻が16時10分ぐらいですね。あとね50分で、出雲みなりに戻んなきゃいけないんですが、とりあえず進んでいきます。下久野から出雲みなりまでは県道25号線を進みます。この道は交通量もまあまああって、道自体も比較的新しいです。先ほども少し説明が入りましたが、映画当時はここはまだ旧道を使っていて、この道も今ほど快適ではなかったのではないでしょうか。そして近くには国道も通っているため、奥出雲の周辺から例えば松江とか出雲市とか海側の方に抜ける場合はそちらを使う方が多いのではないかなと思います。しばらく上り坂を進むと峠に差し掛かって下りになります。この辺りからは楽に自転車をこけます。右側には何やら謎の塔が見えてきましたが、これは四岳光神社という名前の神社で、八重の塔になるみたいなんですね。1986年に建てられたもので、メガネのパリミキというあの有名なチェーン店があると思うんですけれど、それの創業者の種義雄さんという方がこの奥出雲町出身という縁で作られた神社だそうです。東京出身の私は知らなかったんですが、メガネのパリミキってあの東日本では、メガネのパリミキという名前で店舗出てるんですけれど、西日本ではメガネのミキという名前で出店しているみたいなんですね。で CM もそれぞれ違う店名で作られていたみたいです。ただ2022年にはパリミキの名称で統一されているようです。またこのすぐそばにもメガネのミキの店舗があったんですが、残念ながら去年あの2023年11月の時点で閉店してしまったようです。この時気づかなかったんですが、もともと店舗があった場所は更地となっていました。さすがに有名チェーン店とはいえ、この場所でメガネ屋さんで売り上げ出すのは相当大変なことだろうなとは思います。左側に見えてくるのは日本で唯一宿泊できる博物館、奥出雲種自然博物館となります。ここも種という名前がついているので、先ほど紹介したパリミキの創業者に関係しているのではないでしょうか。ここから先は歩道が途切れるため、先を急ぐ車様の邪魔にならないように路肩を意識して走ります。やがて木次線の駅である出雲社駅に到着します。県道から奥に立派な駅舎を望むことができます。この駅では映画の中で亀岳駅のホームとしてロケで使用されました。3回前の動画で紹介していますので、ここでは紹介を割愛します。下区の地域も田んぼが多かったんですが、この辺もまた田んぼがなかなか多く目の保養になります。ちなみにこの辺りでは煮田米というブランドのコシヒカリの産地として有名です。この辺りの田んぼも多分煮田米なんでしょうね。ゴール手前で電動アシストの残量が 0% になりました。でもこっからはね、もうゴールは目と鼻の先なんで大丈夫だと思います。現在時刻も16時50分と、5時までに間に合いそうです。あとね 3,4 分で着きます。いやー疲れた。あのファミリーマートはね、去年じゃない、3年前にスタートするときに行ったコンビニですが、出雲みなりにはコンビニはあれしかありません。いやー疲れた。めちゃめちゃ走った。何キロぐらい走ったんだろう。測っとけばよかったな。じゃあ後で概算は何キロ走ったかちょっと見てみますけど、とりあえずちょっと座らせてくれ。とりあえずラムネ買いました。やばい、汗もめっちゃかいたし腹も減った。何もやる気起きない。うめ。この時宿泊に使った宿が出雲みなり駅のすぐ近くにある奥出雲サイクリングターミナルというホテルなんですが、食堂もついていたのでこの日シャワーを浴びてすぐに夕飯にありつきました。まずはその前にビールを一杯飲みます。汗を出し終わった体に冷えたビールで再び潤いを与えるわけです。この食堂はメニューが充実していて、この日注文したのはホルモン炒め定食みたいな、そんな名前でした。ご飯にホルモン炒めに味噌汁と、そしておしんこがついていました。シンプルな味付けですが、空っぽになっている胃袋の中に一口放り込むと一気に食欲が増して箸が止まらなくなりました。特に米と一緒にかき込むと最高ですね。
ちなみに米は先ほど紹介した煮た米になります。これが素晴らしくて、何のおかずと組み合わせても外れがなくて、左手は基本的に茶碗で塞がったままになってしまいます。そうすると一気に米がなくなるわけなんですが、この食堂のすごいところは煮た米がおかわり自由で、食べ放題なんですね。だから定食なんですけど、ホルモン炒めがメインじゃなくて煮た米がメインなんですね。ホルモン炒めはあくまでもサブで、煮た米を食べるためにホルモン炒めや味噌汁といったおかずが存在していると、そういう位置づけになっています。ちなみに前日はとんかつ定食を注文しましたが、やはり煮た米を前にするととんかつであってもモブキャラになり下がってしまいます。ちなみに出雲みなり駅横にある特産店では煮た米が2合分だけ売っていますので、持って帰るにはちょうどよくおすすめできます。今日は砂の器ロケ地巡り最終日でございます。昨日とといとずっとロケ地巡りをこの周辺でやってたんですが、今日は最終日となります。目の前に見えているこの建物が出雲みなり駅と、あとね、特産地と観光案内所も併設している建物になります。近代的な建物ですね。目の前に見える建物が出雲みなり駅、奇跡線の出雲みなり駅と、あと特産地と、観光案内所も併設されている建物になります。映画の中ではここに丹波哲郎を演じる今西刑事が降り立つんですが、あの出雲みなり駅を映したカットが、こういう感じで撮られました。当時の駅舎と現代の駅舎は全く違うものになっています。出雲みなり駅の今昔比較はご覧のようになります。駅舎も駅前も完全に姿形を変えてしまっているため、同じ場所かどうか判別できるのは駅名が同じことぐらいになってしまいました。昔の駅名表の方は出雲が小さく、みなり駅の文字が大きいのが特徴的ですね。目の前にはこれは国道ですね。432号線と314号線の共通の国道だと思うんですが、それが通っております。映画当時はこんな感じではなかったと思います。そこにね、日川という川が流れているんですが、その川沿いに建物がポン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 と並んでいて、それがね、航空写真上で見えたんですが、全部ね、取り払われて綺麗になってしまってますね。この出雲みなり駅に入ってくるには、この国道からちょっと寄り道する形で入ってくるしか今ありません。ロータリーみたいなのもね、存在していませんが、映画の中ではここにバスが止まっているカットがありました。奥出雲交通っていうバスがあって、一応ね、みなり駅、ここもちゃんとバスが今でも来てるみたいです。出雲みなり駅は駅舎が変わったというよりは、駅舎がなくなって観光案内所と、あとこれ物産展、その建物がホームに付けられたみたいな形になってるんですよ。なので別に駅員さんがいるとか、ここなんか出発口になってるけど、ここで切符を買えるとか、そういうわけではありません。ただ業務委託で切符販売してたような気はするんですけどね。やっぱり7時から夕方4時までは駅の窓口があるみたいですね。現在は無人駅となってしまいましたが、当時は当然のことながら駅員がいました。ホームや配線の構造、位置は変わっていないので、改札があったのはこの辺りかと思われます。この辺りは出雲みなりでもちょっとね、繁華街チックになってて、なんかその面影ありますよね。昔から栄えてたような感じの面影が、古い建物も結構ありますからね。ただね、駅から少し遠いんですよね。あ、ソダ旅館。この旅館はですね、映画当時からあって、映画当時ね、スタッフとか、もしかしたら尾形健さんとかもなんか泊まったという話がありますね。奥は結構趣のある木造の建物が残ってるみたいですね。中も結構レトロな感じなんだろうな。いつか泊まってみたいけど、出雲みなりにはね、こういった砂の器関連の建築物がまだ存在しております。映画には映ってなかったですけどね。下に登場した警察署はこっち、見えてきた。みなり広域交番、こっちに行きたいと思います。あの奥に見えている白い建物、あれが広域交番、みなり広域交番ですね。広域交番と警察署が何が違うのかがわかんないですけど、多分偉い人がそんなにいないとか、権限とかがちょっと違うんでしょう。昔はね、みなり警察署というのがあったみたいなんですが、それがあった場所、それがね、この月決め駐車場があるこの辺りにあったみたいです。ここに当時みなり警察署が建っていて、映画版でも登場しましたし、ドラマ版、中田達也さん主演のドラマ版での砂の器でもここが登場しました。本当にね、歴史的建造物的な建物がね、ちゃんと実際の警察署として使われていたんですね。1974年当時は。
当時ここにあった見慣れ警察署はこちらになります。正面から見ると小さそうな建物ですが、駐車場の奥行きぐらいあったことを考えると、見かけより大きい建物だったのかもしれません。隣の敷地との境目は現在と同じ位置と考えられます。ちなみにドラマ版でもこちらの建物が使われております。少しアングルは異なりますが、こちらはビデオ撮影のため、明るく今でもそこにありそうな感覚になります。で、この辺りから向こうからやってくる丹波哲郎さんを狙ったカットが映画の中で使われました。あの奥の建物、あの奥の住宅のですね、入り口のブロック塀とか、あの辺が映っておりました。今でも残っております。こちらは向こうから警察署に向かって歩いてくる丹波哲郎を演じる今西刑事を捉えたカットです。一見するとガラリと変わってしまっているんですが、奥の住宅のブロック塀や入り口が当時のまま残っています。建物も少し改修されているようですが、同じもののようでした。隣の電柱も位置的に変わっていないため同じものであると考えられます。その隣は現在駐車場になっていますが、ここは当時はトタンの壁や植え込みがあったりと変わってしまっていますね。ちょうど警察署の隣の敷地の部分になります。当時の見慣れ警察署が消えたのはいつ頃かわからないんですが、まあ、多分奥出雲町のその町の合併とかその辺が行われたぐらいに移転されたんじゃないのかなと思いますね。移転したというか現在の新しいこの交番ができたの、広域交番ができたのもその頃ではないのかなと思います。これね、建物としてはすごい立派で、これ交番なのって思うぐらい本当に警察署としては立派な建物なんですけれど、実際にはね、あの警察署ではなく広域交番というみたいです。で、ここね、あの奥出雲町なんですけど、なんかね、雲南警察署ってなってるんですよね。雲南っていうのはあの隣の市、雲南市っていうのがあるんですけれど、一応管轄はね、雲南警察みたいなんですよね。ちょっとよくわかんないんですけど、パトカーが数台止まっています。で、実際にこの建物は中居正広さん主演の砂の器で、ロケで使われました。こちらにはこじんまりとしたいい感じの簡易郵便局が建っています。両サイドの建物に挟まれながら所狭しと建っています。この木の板に書かれた郵便局の文字がいいですね。先ほどお客さんが一人入ってくのを見ました。では一旦出雲見慣れ駅に戻ります。